海と日本。姶良市の重富海岸、錦江湾の奥に位置するこの海岸で木型の観察会が行われました。参加したのは地元の親子連れなどです。木型を案内するのは楠木自然館専門研究員の浜本博さんです。穴があったらとりあえず掘ってみてください。何か絶対出ます。あ、いた、あそこだ。なんて魚ですか。これはですね、ヒメハゼだと思います。ヒメハゼ、あー、はい、OK、あー、すごーい、はい、ちょっと水入れないと死にますね。ちょっとだけは水入れてあげた方がいいです。錦江湾では干潟から深海まで多種多様な生物が生息しています。ここでしか見ることのできないものも住んでいて、新種も発見されています。あ、これの、はい、どうぞ。どうも。その辺にいっぱいこういうのが生えてるんですけど、これの中身がこれです。これ麦わら虫っていうゴカイの仲間で絶滅危惧種です。でしかも鹿児島ではまだいっぱい、鹿児島ってここではいっぱいいるんですけど、なんと他のところでは結構絶滅してます。その他にも重富海岸には絶滅危惧種の白線潮招きなども生息しています。重富海岸は希少な生物が暮らす全国でも貴重な干潟の一つとされています。楽しかったですよね、正直ですね。じゃーん、カニさん、生き物ってちゃんとこんな風に生きてんだよってところをですね、やっぱ分かってもらいたいというか、感じてもらいたいか。散歩してるだけでは気づかないと思うんですよね、こんな生き物がいるってことを。じっくり観察することで、海の不思議っていうか、こう海って海水浴に行くだけじゃなくって、こんな楽しみ方もあるんだなとか、生き物と、まあ、触れ合うことで命の大切さだったりとか気づくきっかけになってくれたら、まあ、いい一日かなというふうに思います。これどのカニでも全部一緒なので。そうなんですよ、はい、あの干潟の観察の後は陸に上がって取ってきた生き物の説明や海の大切さについて浜本さんが解説します。これが麦わら虫っていうさっきの絶滅危惧種のですね。エビ。干潟っていうのがこういう海です。生き物がたくさんいて、でこの生き物たちが水や砂をきれいにしてくれてるから、いつも生き物がたくさんでとてもきれいな海っていうのが今みんなが遊んだ海です。全部人間にとって便利なようにここを全部コンクリートで埋め立てました。だってその方がここの上に家を建てられたり、ショッピングセンターを作れたり、空港を作れたりして、人間にとって便利だから。でもそうするとどうなるかっていうと、今日みんなが見つけたような生き物たちは住む場所がなくなります。どっちの海が残ってたら嬉しいですか。こっちが嬉しい、はい、みんながこっちが好きだよって思ってくれたら、こういう海が残ります。実際陸地の上から干潟見てても生き物なんて全く見えないんです。全部ちっちゃいからだし、砂の下に潜ってるので見えないので、表面を動く生き物を見たり、掘ってみて生き物を探ってみたりってして、その生き物たちに触れてみてほしい。絶滅危惧種がいっぱいいるんですよ、ここの海岸。ただそれ絶滅危惧種だから見てほしいっていうんじゃなくて、ここにこんなにたくさん生き物がいるんだよっていうことをちょっとみんなに知っていただきたい。で、何気なく捕まえたものが実は絶滅危惧種だったっていうのの感動を知ってもらいたいなっていうふうに思ってます。日本財団の海と日本プロジェクト、活動内容は公式ホームページをご覧ください。